はいこんにちはえっ、ー、と今日はえっ、ー、とそうですねえー、まあ、いじめ対策っていうことでね話したいと思うんですけどまあ私が話すのはねいじめ対策っていうよりはあのまあんなんていうのその逃げ道を作っているあげるっていう話でだからもうらいじめられる人に対して何かしようって思っちゃいけないんですよね結局だから逃げ逃げるってことですよつまり。 ねえ、なんか日本人だとね、逃げるっていうのはすごい、だいぶネガティブですけど、まあ、いいと思いますよ。私は。私はっていうかね、あの、いいっていうことにしないとダメですよ。逆に言うと。その、何でもね、かんでもね、戦ったらね、疲れちゃいますしね。あの、なんか、無駄に攻撃してくる人とかいるじゃないですか。ネットとかでもさ。なんか、ああいう人は、だから、無視無視。無視ですよ。スルー。 なんかだからいちいちねあの、無駄な戦いはしないっていうね、こう、するって、すり抜けるっていう技術も、まあ一つの戦法なのかな、だからまあ別に逃げるって言ってますけど、それは一つの戦いっていうことでね、まあご理解いただければっていう感じですかね。はい